理由を教えて。何の？だから何あの LINE。 あの LINE はそのまんまだけど。だからそれが何って言ってんの。結婚すんのよ。それで何か変わる？別に今のままでもいいじゃん。いや、子供いてさ、お腹の中に。子供ができたから結婚するんだ。まあそうだけど。じゃあ私もつけないでしとけばよかった。いや、授かり婚だけど。もともとその予定だったし。それ私の前で言う？まあそうだよね。本命じゃないのは分かってたし、別にいいよ。一番になりたいとも思ってないし。でも他みんなもさ。他って何？いや、他にもいるんだ。いや違くて。まあいいよ、そうだろうなとは思ってたし。いないよ。ごめん。でも普通に奥さんも子供も大切にしたいって思ってるし、なんか今回は私のことは大切にしたいって思わなかったの？あ、いや、そういうわけではないよ。じゃあいいじゃん、別に今までのままで。いや、さすがに厳しいでしょ。結婚して奥さんも子供もいるんだよ。それはもうわけが違うじゃん。厳しいのは自分でしょ。自分が怖いんでしょ。いや、そんなことないよ。わかった。じゃあもう連絡もしないし、もう会わない。うん、ごめんね。別にいいよ、謝んなくても。こんな人が父親になるお腹の子に謝ったら。帰るわ。いや、お金はいいよ。いいって。いいよ、ご祝儀。ご祝儀って。今までありがとう。お幸せに。すいません、お会計お願いします。